電波御殿5月1日から5月29日まで、古川駅前商店街の赤い電話ボックスですね、開催しておりますので、参加者が私、金太郎と、こちらの金さんと、こちらの正さん、3人で展示をさせてもらいますので、ぜひぜひ、お越しください。絶対楽しいと思います。僕、もともとその絵、もう描いてあったやつを飾ろうと思ったんですけど、あ、そうなんですか。でかすぎて入んないみたいな。ですよね、知らないですもんね。あとチラシ丸巻きは、お願いします。石巻超のお願いします。ありがとうございます。すごく助かります。そこに載ってるとこ全部お願いしてきます。マジですか。すげえ。ハマグリパワー使ってるよ。私に権力ないですけど。すごい。そうですね。だから箱の中でやる楽しさと難しさとあると思うんですけど。うん、結構恐怖ですもん。初めて。それはあります。俺もありますね。うん、なんかギャラリーとか。ちゃんとしますっていうところを借りて白い壁に飾るっていうのでずっとやってきたのが、街中の電話ボックスでガラスで白じゃないところに飾るってどうなるのか想像できないので、恐怖でもそれが楽しみみたいな私古川出身で、で佐島出身なんですけれども、今は裏畑カフェの方で、まあ、兄貴とまたスタッフ一緒に働いてるので、作品としてはその深型っていうかして、まあ、枝とかその自然の草木とか花を使って、とそれにこうエアプランツとかもこういうのなんですけど、私は石巻出身で、5年くらい東京に住んで絵の活動をしてたんですけど、私もピータロさんと一緒で去年の4月に U ターンしてきて、今は石巻の釜盛堂っていうカフェで働いてます。まあ、せっかくあるものだったら使おうぜみたいな、結構軽いノリ で、まあ、あとはちょっと私がぜひ展示をしてほしい方に声を聞きたいかけさせて、まあ、今回だと石巻の方に参加していただいたっていうのもちょっと意味があって、はい、僕がなんか地域貢献をしたいなと思って帰ってきたので、で、まあ、大崎市だけじゃなくて石巻の人ともつながって何かをしたいっていう思いになってきたので、今回参加をしていただいて、ありがとうございます。そもそもはですね、今この形になってるのが私のもう幼少期ですね。もう美術館、母親と美術館に行ったり、公園で松ぼっくり拾ったりとか、山に行ったりとか、そういうものからこう生まれてきているものが自分にこう染みていったものがこう今そういう形となって作品となっているので、単純に言えばそこからというよりか、まずそれを皆さんに見ていただけてどう感じてもらえるかということをいうところに、やっぱり自分自身に自分自身の魅力を感じているので、自分がその他のアーティストさんのもやっぱりそういう観点でもやっぱ見ると楽しいので、その人見てきたもの、生きてきたものとか感じているものとか、そこに楽しさがありますね。まあ、アメリカの、まあ、壁とかに書いてあるこうスプレーアートとか、そういうなんですかね、一見落書きなんですけど、そこにアート性があるっていうのに、そこにインスピレーションを受けて絵を描いております。なので何を描いてるか多分わからないと思います。なので見ていただいた方に何かを感じてもらえればいいのかなと思って。私ペン画とアクリルやるんですけど、結構違う人が描いたのっていうぐらいタッチが違くて、今回はまだ電話ボックスを見てないので、実はどっちで行こうかなっていうのをまだ決めていなくって、もしペン画だったとしたら私のペン画は結構こう細かいすごい緻密な絵を描くのが好き、点描だったりとかで、アクリルの場合は青を使うことが本当に多くって、でアクリルで描くときは音とか、 なんか風とか、 なんか形のないものを色で描きたいんですね。例えばもっと言うと苦しいとか悲しいとか楽しいとかも、結
できれば色で表していきたいっていうのが目標っていうか今のイメージではいつも描くときはあって、それができてるかどうかは、まあ、分かんないんですけど、そこを目指して今やっていて、まあ、それこそ見てもらった人にどう感じてもらえるかの問題だと思うんですけど、まあ、個人では楽しくそういう気持ちで描いておりますので、どちらが展示されるかはちょっとまだ分かんないです枝とかだと本当にちょっと山に取りに行ったりとかするんですけど、あのツタとか、あともう こういう枝とかありますよね、もう山にそういうのとか形がもう無限なので、基本はもう自然のものを利用して作品に仕上げてますね。ドライもありますし、あとは生花もあるんですけど、私はちょっと最近 目つけてるのは野菜ですね。野菜を、はい、アートとして、まあ、本当にトマトの青い部分から赤い部分から、その青い部分でもその展示した日から3日するとだんだんこう色がこう変わってくるんですね。素材をそのまま生かすっていうのは食べることもですし、あと実際に見ることでも活かせるかなっていうのをところに目をつけたので、ただ花を使うだけじゃなくて野菜とか本当に何でもなんですけど、素材を生かすっていうところにちょっと着眼して、だから何を結局作るのっていうふうに思われるんですけど、やっぱりそれは本当にその場になってこう自分がこうその時の雰囲気を掴んでやっぱ作るっていうのが一番楽しいですね。そこにまあデザインとしては成り立たないかもしれないけど、アートとしてはもうそれが大問題だと思います。展示の仕方で全然変わっちゃいますもんね。そこも含めてワクワクです、はい、まあ、フルカーでということなので、ぜひ足を運んでみてそうですね、まあ、あとは今後もこういう展示会を続けていければと。そうですね、はい、また取材してもらいましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マジで持ってるの盗む感じあるみたいな